お待たせいたしました。2023ホークスカップクイーンズトーナメント。Yeah!
試合終了です。ご覧のように本日の決勝戦オリオン新高等学校対九州ハニーズの試合を行います。準備が整うまで今しばらくお待ちください。表彰式に先立ちまして、本日ご来賓の皆様をご紹介いたします。一般社団法人全日本女子野球連盟会長山田博子様。ご来賓の皆様、本大会ご協賛いただきました皆様、ありがとうございました。ただいまより、2023ホークスカップクイーンズトーナメントサポーテッドバイ SMBC の表彰式並びに閉会式を行います。まず、各チームの成績を発表いたします。優勝、九州ハニーズ。準優勝、オリオン愛新高等学校。それでは優勝しました九州ハニーズ、 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長安住健準備。優勝、九州ハニーズのチームは2023ホークスカップクイーンズトーナメントにおいて当初の成績を得られましたので、その栄誉を称え一度に登場します。令和5年6月25日ベリフォーコーチームホークスジュニアアカデミー理事長安住健一、おめでとうございます。ジュニアアカデミー理事長安住健二と副理事長宇野正俊が行います。
理事長安住健治に賞状並びに準優勝盾が贈られます。代表者の名はホームベース前にお進みください。表彰状、準優勝、森尾愛心高等学校殿。自身は2023ホークスカップクイーンズトーナメントにおいて投手の成績を収められましたので、その栄誉をたたえ、ここに表彰します。令和5年6月25日、NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長、安住健治、おめでとうございます。続きましてメダルが贈られます。プレゼンターは NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長安住健治と副理事長宇野雅俊が行います。おめでとうございます。目立った活躍をしました選手に贈られます優秀選手賞の発表です。本大会の優秀選手賞の栄冠に輝きましたのは折尾愛心高等学校坂本鈴葉選手です。坂本選手は前へお進みください。表彰状、優秀選手賞、坂本鈴葉殿。あなたは2023ホークスカップクイーンズトーナメントにおいて投手の成績を収められましたので、その栄誉をたたえここに表彰します。令和5年6月15日 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長安住健治、おめでとうございます。また見事優秀選手賞を受賞しました坂本選手には水野株式会社様よりご提供いただいた商品が贈呈されます。本日は代理として NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長安住健治より贈呈いたします。最優秀選手賞の発表です。本大会の最優秀選手賞の栄冠に輝きましたのは九州ハリーズ奈良岡美和選手です。奈良岡選手は前へお進みください。 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長安住健治に賞状が贈られます。表彰状、最優秀選手賞奈良岡美和殿。
たは2023ホークスカップクイズトーナメントにおいて投手の成績を収められましたので、そのようにお願いを表示します。令和5年5月10日ご提供いただいた商品が贈呈されます。デサントジャパン株式会社デサントマーケティング部門福岡サテライトオフィス千住秀臣様、よろしくお願いいたします。第5回ホークスカップクイーンズトーナメント2連覇おめでとうございます。準決勝での奈良岡選手の2本のホームランをはじめ、決勝戦でも堅い守備力、キレのない強力打線で見事な戦いぶりでした。昨年と比べてレベルがさらに上がっているのに目を見張るものがありました。さらなる精進を重ねられ、日頃からの女子野球への熱い思いで九州の女子野球をこれからも牽引していただけるものと確信させております。俺は愛知高校の皆さん、準優勝おめでとうございます。今年こそ優勝といった強い気持ちが感じ取られる、チーム一丸となった全力プロで優勝した九州ハニーズに果敢に挑んでいた姿がとても印象的な、とても素晴らしいチームでした。本当におめでとうございます。今大会はソフトバンクホークスの本拠地、このペイペイドームで全試合開催となりました。ひしひしと感じ、一緒に女子野球を止めたい皆さんにこのペイペイドームを経験してほしいと、そういう思いが我々事務局メンバーの中にも強くなったことで実現させていただきました。この大会の実施はまだ一つのステップにすぎません。今後もっともっと女子野球を広めていきたいと考えております。皆さんの熱いプレーと野球に対するひたむきさがこれから続く後輩たちに良い刺激となり、女子野球のさらなる発展につながることを記念しております。我々もできる限りのサポートをしていきたいと考えております。一緒になって九州を元気にしていきましょう。最後になりましたが、今回開催にあたりまして、主幹の一般社団法人全日本女子野球連盟、ご講演いただきました一般社団法人日本野球機構、公益財団法人日本野球連盟、朝日新聞社様、西日本新聞社様、Thank you.